しの明日のために命さえかけよう。スーパーヒーロー、それが定めさ。 SOS 聞けばすぐにどこまでも行くのさ。スーパーヒーロー作戦、熱い未来をつかむのさ。セブン、その曲はセブンじゃないか。TDF 極東支部の桐山隊長がいる。あの人は極東支部のエリート部隊ウルトラ警備隊の隊長なんだ。家督隊へ何をしに来たんだろう。バルタン星人の事件にしても、近い将来必ず本格的な地球戦略侵略作戦があるかもしれない。そのために私はウルトラ警備隊の戦力増強を考えている。そこで家督隊からは優秀な隊員をウルトラ警備隊にスカウトしたいのだが、どうだろう。早田、一条寺、イングラムの3名が適任でしょう。我々と共同で連続人間消失事件の調査をし、彼らの資質を判断させてくれ。わかりました。村松キャプテン、今より桐山隊長から作戦の説明がある。指示に従って行動するよう。自分を探しに行くのか。一条寺隊員、イングラム隊員、君たちはまずウルトラ警備隊の曽我、古橋両名と合流してくれ。合流ポイントは後で指示を出す。毒マムシは同じ顔ですよ。早田、君は京浜地帯で発生した謎の爆発事件を調査してくれ。今回の事件に関係があるかもしれん。了解しました。ウルトラ警備隊の曽我、古橋両隊員ですね。イングラム、ブリスケンと一条寺列です。君たちのことは桐山隊長から聞いている。よろしく。え、嵐隊員じゃないの。やっぱりそうなるよね。俺ってそんなに嵐隊員と似てるのかい。それ毒マムシだからね。よく言われるんだよな。似ているというより同じ顔にしか見えないぞ。そいつもそんなにハンサムなのかい。ところでどうしたんですか。おーっとスルーか。あいつが山道を塞いで通らせないんだよ。君は一体何者なんだ。見ての通り風雷坊さ。どうして風雷坊が任務の邪魔をするんだよ。これより先へ行っては危険なんだ。おい、待つんだ。ダメだ、この先には。
体何が起きたんだ。透明円盤の攻撃です。ここにいては危ない。まず透明円盤に対抗する手段を用意しなければ、僕に良い考えがあるんです。基地へ帰って井出隊員に相談してみよう。敵の円盤は透明なためにこちらからは攻撃できません。ならどうすればいいんだ。色をつければいいと思います。直射噴射装置を機体に取り付けてはどうでしょうか。なるほど、早速やってみよう。その設計データをウルトラ警備隊にも送ってくれ。すでにホーク一部を待機させてある。了解です。はいはい、ちょっと待って。キャップ、早田隊員です。スピーカーにつないでくれ。キャップ、京浜工業地帯上空に何者かがいるようですが、姿が見えません。敵が確認できなければ彼らの破壊行動を止めることができません。京浜地帯の透明円盤は着色噴射装置を搭載したウルトラホーク1号が対処する。早田君は基地に帰還し、噴射装置をビートルに取り付けてくれ。京浜工業地帯以外にも円盤が現れる可能性があり得る。わかりました、一旦基地へ戻ります。オスケーオープン、オスケーオープン。こちら古橋、桐山隊長、成功です。噴射装置で奴らの円盤が見えるようになりました。円盤は山の方へ逃げていきます。よし、我々も出動する。ホーク1号は円盤を追跡せよ。了解。外部からの割り込み通信、何なの。モニターに映っているこの昆虫みたいなものは。我々を甘く見るな、地球人よ。我々は地球侵略のために人間標本を作成しているのだ。地球人など我々から見れば昆虫のようなものだ。何を言っていやがる。昆虫みたいなのはお前らの方じゃないか。そうか、標本にするなら消えた人々は円盤の中にいるはずだ。イングラムとレツは私と共に円盤を追う。諸星君も来てくれ。はい。残りの者は早田と合流。他の場所へ逃げていく。透明な円盤を叩くぞ。ウルトラ警備隊との共同作戦開始。直ちに出動だ。隊長、小型円盤はこの先の谷におりました。上空からでは無理なのでホークを着陸させて調査してきました。それで奴らの母船がこの先にありました。母船に接近したところ小型円盤が多数発進しました。我々は追撃準備を整えるためここまで戻ってきたんです。ホークで叩きましょう。そうだな。ん？ダンはどうした。そういえばあれ、桐山隊長より先にホークから降りましたが、怖くなって逃げたんじゃないですか。天城、彼はその男じゃない。そのダンっていうやつはひょっとして黄色いジャンパーの男ですか。そうだ、見たのか。ここに戻る途中で俺たちが止めるのも聞かず円盤の方へ。天城はホーク3号、私は1号で空から小型円盤を引きつける。残りの者は地上から母船へ潜り込み、囚われた人々を救出して
救出してくれ。了解。なんだ、逃げた。同じ顔の人たちが何人も。何するんだよ、一体どういうことなんだ。あんたらクール星人に捕まって、黄色い服の男が現れて助けてくれたんだよ。もう話してくれ。ダンが助けたみたいだぞ。そのダンはどうなったんだ。とにかく我々も行こう。光の玉、戦闘不能を回復。うんこみたい。またか。おお、セブン来た。なんだ、また光の巨人。今までのとは外見が違うが、味方かどうかはこのまま戦ってみればわかるさ。行くぜ。トゥアップ。
を。そうか、また新たな光の巨人が現れたか。私は運がいい、彼らの種族を二人も確認できるとはな。やはりこの星には何か特別なものがあるのだろうか。ゴールドラ警備隊の方だ。TDF 極東基地ウルトラ警備隊作戦司令室へようこそ。君たちは今日からウルトラ警備隊の一員だ。諸君、紹介しよう。彼らが新メンバーの早田隊員、一乗寺隊員、そしてイングラム隊員だ。早田です、よろしく。バード生、いやいや、 TDF 本部からやってきた一乗寺列だ、よろしく。よろしく。通信任務を担当するアンヌです。ソガです、お手柔らかに。天城です、何かわからないことがあれば言ってください。嵐じゃなくて古橋だ、俺の方がいい男だろ、よろしくな。同じですがね。もう一人いるぞ。彼はウルトラ警備隊6番目の男だ。そいつは諸星団です、よろしく。誰だ、僕に話しかけてくるのは。僕だ。テレパシーを使えるということは、君もウルトラ族の戦士なのか。そうだ、 M78 星雲から光天管制の観測のために太陽系へ来た。この美しい星が多数の宇宙人に狙われていることを知り、ここに留まる決意をした。そうか、ウルトラセブンは君だったのか。君は僕と違って地球人の体を借りているのか。当分我々は正体を隠しておいた方が賢明だな。この美しい星を守るために共に戦おう、ウルトラセブン。わかった。私は TDF 極東支部参謀次官のライディースだ。早速だが、ハエタ、イングラム、君たちに会わせたい人物がいる。2階の左奥にある特別室まで来てくれ。流星。
第新しい仲間です。家督隊から来てくれた人たちね。早田です。はじめまして、イングラムです。よろしく。情報部の綾小林です。こちらこそよろしくね。もう一人エネルギッシュなのが来たんですが、後で合わせます。ところでネロス帝国に関しての情報が欲しいのですが、それに関して古賀博士から情報を元に調べている最中なの。しばらく待ってくれる？何か分かり次第こちらから報告に行くわ。そうですか、分かりました。よろしく頼みます。私はタイと話すことがあるから、二人とも奥の部屋でいろいろと情報を交換してみてはどうかな。分かりました。パーソナルトルーパーの量産計画が思うように進んでいません。やっぱりコストの問題でしょうかね。 DDF は怪獣や異星人の侵略から地球を守るために結成された超国家間軍隊なんです。そしてウルトラ警備隊の他にも TDF 下部組織の科学特捜隊や東京湾岸基地にある MAT モンスターアタックチームが存在しています。いつかは僕もエリート部隊であるウルトラ警備隊に入りたいんですよ。翼を持った巨大ロボットがオーストラリア支部を攻撃したらしい。さらに大きな鎌を持ったロボットが現れたという情報もある。ウィングガンダムとデスサイズイングラムが例のパーソナルトルーパーのパイロット、イングラムのアルガンは1年前に破棄された試作機とよく似ています。かなり改造されているようですが、機体フレームや動力源はあの試作機と同じである可能性が高いですね。でもアルガンの情報はちゃんと TDF のコンピューターに記録されているわ。イングラムが未来から来たとでも考えなければ辻褄が合いませんね。ところでダイ、あいつの行方は分かりましたか？全力で調べているんだけど、プロテクトが硬くて全然ダメね。あの子は一体どこにいるのかしら。ちょっと待ってください。ハヤタ、イングラム、タイとの話が長くなりそうだから適当なところで切り上げて3階の作戦室で待機していてくれ。わかりました。僕はもう少しあの人と話をしていくから、先に作戦室へ戻ってくれないか。わかった。ソガ、古橋、アンヌ、アマギ、一乗寺、列、諸星、ダン、ハヤタ、イングラム、以上がウルトラ警備隊のメンバーだ。アヤとライは情報オペレーターと作戦参謀として協力してもらう。桐山隊長、今入った報告では TDF で開発された高性能火薬スナイパーの輸送機が、スパイナー、火薬スパイナーの輸送機が撃墜された。何ですと？相手は？依然不明だ。我々は別の輸送方法を考えなければならん。何かいい輸送手段はないだろうか。ウルトラホーク1号で強行に運べばいいのでは。空輸は危険だ。また撃墜される恐れがある。隊長、実験場までの輸送ルートが地図によれば700キロラリーのコースと一致します。ラリーに紛れて運ぶのはどうでしょう。それは明暗だ。だったら俺のサイバリアンを使えばあっという間だ。君の乗り物は目立ちすぎる。よし、ラリーカーへはダンとアマギが乗れ。ハヤタ、地上地。イングラムはポインターでルートの確保をしろ。チェ、俺がラリーカーに乗りたかったな。要するに君はラリーがしたかったんだろ。俺のアルガンはこの先の格納庫を入って右側にパーソナルトルーパー用の格納庫がある。君の機体はそこで整備されているはずだ。
ホーク3号に格納して輸送すると思うよ。じゃあ僕はポインターで会場に向かうから、今日はしっかりガードを頼むよ。右側だったな。これか。これがラリーって面白そうだな。スタートまでは時間があるので話を聞いてみよう。このラリー何か起きそうね。あなたたちも初参加なんですか？このラリーは難しいですよ。私をラリーの目標と呼びなさい。お互いに頑張りましょう。ラリーに出場するなら気をつけるんだな。チッチッチ、俺が一番さ。イングラム、そろそろスタートの時間だ。我々も出発しよう。すぐ行く。よし、行こう。1台目の登場です。ドライバーはダン・チョウさん。ナビゲーターは源田明。いよいよスタートです。さあ、次のマシンがスタートします。行くぞ、天城隊員。よし、行こう。こいつらがスナイパー輸送、スパイナー輸送を妨害していたのはどうする？Yeah.
なんだこいつら。おそらく輸送妨害の犯人だ。先行してるハエタたちだな。こちらも頑張ろう、天城。おう。地面の下から。セブンもこれあんまりやりすぎるとセブン育たないのか。ところにまで出るのか。まだいるかもしれないぞ、天城。そごうだん。今度は崖の上から来たぞ。これは避けて通ろうか。少しはセブン君を育てないとね。出たあれ、何かがルーフの上に落ちたぞ。うわ、ダン。隊長、あれを見てください。天城たちが。そうだ、気球を撃て。しかし隊長、命令だ。はい。ふう、ジェットエンジンのおかげで助かったな。よし、行こう。先行隊は何をやっているんだ。やった、ゴールだ。あれ、この車にはスパイナーが積まれてないぞ。なんだって。それはね、アヌ。実はこっちの車でスパイナーを運んできたのさ。敵を欺くならまず味方からって言うでしょ。そんな。それでは実験を開始する。スパイナー爆破。どうした。爆発しません。やり、どうしたんだ。シキ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 スパイナーの起爆装置は外させてもらった。
シゲ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 。やつらは何者だ。久しぶりだな、ギャバ。貴様を倒すために俺は地獄から舞い戻ってきたのだ。ハンターキラーか、なぜだ。お前たち宇宙犯罪組織マクーは俺が滅ぼしたはず。すべては不思議界フーマの帝王クビライ様のおかげよ。選ばれし悪の戦士がクビライ様により復活したのだ。フーマ、クビライ。この間俺たちを不思議時空とやらに引きずり込んだのはそいつらか。ヤバンよ、光明寺博士に作らせた戦闘用ロボットを見せてやろう。まずは試作段階なので人間サイズにはまとまらなかったが、パワーは絶大だ。うわー、怪獣戦車。こいつスパイナーを食えているぞ。砂漠で強くしすぎた。いまいましいやつだめ。シギ時空、シギ時空発生。おお、よし、ミラクラー一斉攻撃。こっからが本番か。シゲ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 。シゲ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 。ダブルファイヤー！タイバリオン！Thank you.
行くぞ。作戦失敗か。だが光明寺博士の人造人間が完成すれば貴様らごときには。ふうまくびらい、新たなる敵か。バード星の銀河連邦警察本部に連絡を取ってみよう。古賀博士、どうやら光明寺博士はダークで人造人間を作らされているようです。一刻の猶予もありません。博士がかつて作らされたという超人機を目覚めさせてください。わかりました。ですが時間をください。まだあれには正義の心が目覚めていないのです。怒る人造人間。クビライ、やつは何者なんだ。すぐに情報を集めなきゃ。はい、ということで本日はここまでにしようと思います。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。これはできました。バイバイ。赤い闇を越えて掴み取れ未来を。自由まだ愛があるなら君は時の勇者。夢を果たせるその日まで燃えろ。どんなに苦しくても負けないで。